チーマーは日本で集団で徒党を組み街でたむろする反社会的集団である。主に恐喝や窃盗や暴力や強姦などの反社会的行為を行う。集団としてはチームやチーマーグループなどと呼ばれる。チーマーという言葉は仲間、組織、集団などを意味するチームに ER をつけた造語である。不良少年のスタイルとしては従来から あるヤンキーや暴走族とは違いオシャレにカスタムしたバイクに乗り当時ファッションの最先端だった渋加寺を流行らせ学生ビジネスの先駆けとなる集団である。または後発のカラーギャングとはいくつかの点から区別されている。1980年代中頃から1990年代前半頃に青山を中心に原宿渋谷の地元中高生が 渋谷公園通りに集まったことが発端となる。彼らは渋谷センター街などでたむろし、一部のメンバーが、都かやあた県より渋谷に来る暴走族やヤンキーと、構想を行ったり、一般人に喧嘩を売る、パーティー券などの押し売りをする、等を行うようになり、こうした若者やそのグループが、自らのグループを、チームと呼んでいたことからチーマーと呼ばれるようになった。はじめは、 渋谷で見られた事象だけを指していたが、後にそれ以外の地域の類似グループもそう呼ばれるようになる。一説によると、チーマーという言葉は1989年に作られたとされている。初期のチーマーは裕福な家庭の慶応や明大中野など名門付属学校の学生で構成されていたが、90年代半ばになると暴走族に入るような富裕層以外の若者も影響され、 チーマーとして活動するようになったと言われる。1992年から1993年頃の渋谷では店舗がのきなみ閉店した深夜の渋谷センター街を大量のチーマーが占拠する事態に発展していた。なお、1990年前後には深夜営業を行う店舗が多かった渋谷センター街が同時期に戦術のようにのきなみ閉店する状況に変化したのは チーマーの流行により多発したトラブルの影響によるものである。渋谷商店会の有志が見回りをするようになり、減っていった。チーム名活動機関主力メンバー世代その他などがあった。バブル崩壊後はなどが有名。チーマーの愛好アイテムとされたカワジャンヤンキーや暴走族も集団で徒党を組み外でタムロすることはあるが、 これらとチーマーとの違いは主にメンバーたちが好むファッションにあると考えられる。ゴローズやネイティブインディアンジュエリーを好み、80年代はアビレックスなどフライトジャケット、90年代はバンソンやショットなどニューヨークスタイルに変わっていった。チーマーはリーバイス501などのジーンズやエンジニアブーツ、古着などのいわゆるアメカジと呼ばれるストリートファッションを好むものが多く、 論語でヘアバンドをするのがトレンドであったなど、都会的でオシャレであるとされ、ジャージなどのオーバーサイズの服に、リーゼントやパンチパーマなどの髪型を好むヤンキーとは一線を隠していた。また、チームごとのジャンパーなどを着ることはあるが、暴走族のような特攻服を着ることはない。チーマーの文化は、ウォリアーズ、アウトサイダーの世界観と共通点を持つが、 チーマーが両作品を模倣した事実はない。元祖チームのウォリアーズや民中ファンキースには、政財界や芸能界スポーツ界など著名人の子女が多数、在籍したために、チームの存在を隠すのに、映画ウォリアーズの名前を用いた。また、米国のストリートギャングの模倣であるという点など、カラーギャングとはよく似ているが、カラーギャングは、クリップスやブラッツなどに影響を受け、 同じ色の服やバンダナを着用し、西海岸風のヒップホップ系ファッションや、ローライダーなどの自動車を好む傾向にある。チーマーはヒップホップの流行などに伴い、1990年代後半から2000年代前半にカラーギャングに変わり、2000年代後半にはカラーギャングも激減していった。しかし、チーマーも完全にいなくなったわけではなく、2009年2月にも、 東京都大田区内で約100人のチーマーが確認されている。渋谷区出身の俳優、東美ま久は渋谷で有名なチーマーとして芸能界にスカウトされた。ヒップホップ MC のジブラはチーマー文化について語ることがある。俳優のマキクランドや野尻義シも含め4人ともウォリアーズと民中ファンキースにいた。スポーツ界では 格闘家の高谷博之が過去にチーマーであったことを、闘技イベント、競馬宮、ヒーローズの煽り VTR 内で明らかにしている。ありがとうございます。